なぜインステップがいけないか、その答えですね、骨盤にありました。じゃあ、SS、はい、やりました。今回もですね、ボート回転コントラップのための一緒に勉強をしていきましょう。はいですね、今回は正しいステップについてお伝えしていきたいと思います。あんまり正直ステップのことについてあんまり考えたことないなとか、うん、じゃあなんでまっすぐステップするのがちゃんといいのか、うん、じゃあどのところにどのラインに足をステップすればいいのか、ちょっとよくわからないなと、こういう方のためにこの動画を作りました。で、この動画を見ることで正しいステップの位置がわかります。で、正しいステップの位置がわかると力みが勝手に改善するんです。なぜかというと、ステップの位置によってその後の上半身の動き、骨盤の動きだったりとか腕の動きが全部変わってしまうからなんですね、うん、全部変わってしまうんですよ、うん、なのでこのステップ、正しいステップの位置を覚えることでもう自然とですね、もう勝手に力みも改善していきます。その上で、その上ですね、そのテイクバックだったりとか、そのトップの位置だったりとか、そういったところが生きてくるので、まず土台ですね、地面についての足じゃないですか。なのでその足の部分、一番下の土台の部分をまず安定させる基本中の基本、これについてですね、理屈もちゃんと説明した上で一緒にですね、勉強していければと思います。 OK ですか？はい、ではですね、実際にやっていきましょう。じゃあですね、正しいステップの位置とはどういうものか、まあ以前の動画とかでもちょっと話してたりもするんですけれども、じゃあどの位置がいいと思いますか？ちょっと考えてみてください。正しいステップの位置どこかっていうと、まあ、結論を変えてしまうと、かかとの延長線上ですね。かかとの延長線上です。例えば軸足がここにあったとして、軸足のかかとつま先あるじゃないですか。このかかとの延長線上です。かかとの延長線上にステップをするからこそスムーズに振れます。なぜかというと、人の体、まあ足ですね、両足リリースの時にこれ投げるじゃないですか、うん、まあ、もうちょっと回りますけど、そうなってきた時に足に、この足っていうのかかとがいましたけど、足がどこについてるかっていうと骨盤なんですね、うん、骨盤が動くからその上の上半身だったら腕が動いてくるじゃないですか。なので骨盤がスムーズに動くっていうのがめちゃくちゃ大事なんです。なので例えばフルダウンとかでしっかり下げた状態でバッティングガードをこうやって押し突き出したりしますよね、うん、こうやって、その状態の方が骨盤回転しやすいんですね。ですから腰は回らないですよ。腰骨っていうのはその回線、そのねじれの動きっていうのは全然出ないので、その分だけ骨盤とかその胸椎、胸の骨、肋骨の胸のところとかが回ってくるんですね。なのでまずは骨盤がしっかり動くっていうところがめちゃくちゃ大事なんです。めちゃくちゃ大事ですよ、うん、でなのでじゃあ骨盤を回転するために、そもそもなんですけれども、骨盤が回る幅がないといけないんですよね。この幅、骨なので縮んだりしないじゃないですか。短くなったりしないと思います、うん、僕が知ってる限りは、はい、この幅を確保することが必要なんですね。なので、まあ、歩くときもこの幅でこうやって歩くじゃないですか。これなんかこんなやったら窮屈じゃないですか、まあ、別にこれは骨盤前に向いてるからいいんですけど、じゃあねじれの動き、投げるときバッティングの方なんですけど、ねじれの動きとかのときに特にボールを投げるやった時はこの幅が必要ですね。じゃあこの幅が必要なのに、極端な話です、極端な話、この幅必要なのにインステップしちゃったら足内側に入っちゃうじゃないですか。回らないですよね、骨盤。当たり前なんですけど足内側に入っちゃってるから回らないですよ。で普通に例えば若干インステップとかでも骨盤ここの幅なくなっちゃうじゃないですか。足リリースの時ってこの左足、僕前足、そのステップ足と軸足のつま先ですね、軸足のつま先のこの幅が骨盤の幅なんですよ。この横幅、右足と左足です。でリリースの時は軸足はつま先になりますね。つま先になるからその分だけつま先のところにやっちゃったら余計回りにくいですね。なのでこの骨盤の幅が確保できない。なのでかかとの延長線上にステップをすると、ここでつま先と左足、右足のこのつま先のラインと左足のこのつまラインの間で骨盤の幅が確保できるからスッて回るんですよね。横に向いている骨盤がスッて回るじゃないですか。
これが内側入っちゃうと回りづらいですよね。腰のところ手当ててもらうと分かると思うんですけど、ここにこれ当てて手当ててインステップの時って回らないですよね。ただかかとの延長線上にここを置くとスッて回らしです。なのでしっかりとかかとの延長線上っていうのはめちゃくちゃ大事ですよと。だから今までいろいろお話ししてると思うんですよね。そのインステップになっちゃうとか、つま先に体重が乗ってるどうしても前にこうできるとかね、しっかりかかとのところに体重乗せるのが大事ですよっていうのは肩スカットでお伝えしてるとは思うんですけども、じゃあなぜ必要かっていうと、そのかかとの延長線上にステップをする必要があるから。なぜかかとの延長線上がいいのかというと、骨盤が回転するから。骨盤の回転するその幅を確保するためにもかかとの延長線上にステップする必要があるよってことです。 OK さん、なのでしっかりとですね、今ご自身が、コンクリートとか例えば西本さん難しいかもしれないですけど、土とか公園とかわかんない、グラウンドとかで練習するときは自分のですね、ここのピッチャーでプレートみたいな感じですね、横こう線引いてかかとの延長線上にこうやって線引いておいてください。実際引いといて慣れた時にそれが内側に向けて入っちゃってるのが、しっかりとかかとの延長線上にステップできてるのかっていうところをしっかりと自分で確認して、じゃあインステップ入っちゃってるのだ、ちょっとかかとの重心がちょっと弱いのかなとか、抜け損っちゃって足前出ちゃってるのかなとか、こういうところをぜひチェックしていただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。しっかりとですね、かかとの延長線上にステップをするっていうのはめちゃくちゃです、めちゃくちゃ重要なので、ぜひですねチェックしてみてください。これがですね、もうインステップ入っちゃうと、インステップ入っちゃうとその部分だけできますね。腕でこう上半身窮屈に回さなきゃいけない、窮屈なので力入っちゃいます。なのでしっかりですね、ステップまず土台から、土台が安定すれば上は楽になります、スムーズに動くようになります。なのでですね、ぜひですねここですねチェック、明日の練習からですねチェックしてみてください。あとですね、ご自宅今これ見終わった後に家の中でですね、別にタオルでも、バット置くでもいいので、かかとの延長線ちょっと置いてちゃんとそこにステップできてるのかな、自分窮屈になってないかなっていうのを確かめてみていただけたらと思います。はい、ぜひですね、この情報が新しいうちに見て吸収して、記憶に定着しやすい時に必ず1回でもいいので、ぜひですね試してみていただけたらと思います。はいですね、このチャンネルはですね、リップス克服、早急な改善、コントラップ、これらのテーマについてですね、医学的に根拠がある内容ですね、できるだけ短くまとめて配信しております。明日以降もですね、どんどん配信していきますので、チャンネル登録していないよって方に関してはですね、必ずですね、チャンネル登録してくださいね。OK ですか？チャンネル登録をして、しっかりと必ず動画を見る。で、1回でいいので必ず試す。この癖づけを続けましょう。癖づけ。人間の習慣数21日、3週間、21日でできると言われています。まずは、この見て必ず1日1ミリでもいいので進む。2倍速でも 1.75 でもいいです。しっかりと1回でもいいから試すっていうのを必ずですね、癖づけしてほしいんですね。三日坊主にならないようにしてくださいね。しっかりと見て 1回でいいのに試す。それがあなたのパフォーマンスアップにですね、必ずつながってくるので、医学的に根拠があるのを伝えています。なので、しっかりとぜひですね、試してくださいね。はい、じゃあ一緒にですね、1日1ミリずつでも一緒に進んでいければと思いますので、OK ですか？はい、ではですね、この動画は以上になります。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。